ちゃ曲がる。めっちゃ曲がる。めっちゃすごい。あ、すげえいいよこのタイヤ。私も履きたいな。東洋さんにお願いしようかな。今回ですね、東洋タイヤさんのね、はい、一番ハイエンドのタイヤなんですよね。はい、ロアチと山津さんの車の紹介コーナー in 軍祭です。始まりました。ごめんなさい、タイトルコール私が取っちゃいました今回。完全にレギュラー化しましたからね。はい、はい、もうなんか多分これ結構コメントで、俺ロアチレギュラー入ったんだって結構書かれてて、はい。はい、レギュラーですねもうね。はい、じゃあ2人で頑張っていきましょう。はい、こちらの GR86 のホイールと。はいはい、タイヤ、はいはい、インプレッションの回にしたいなと。はい、でもいつものあれですね、アヘッドさんの GR86 って感じで、もうなんかこれいつも特集してるからそんなにもう言うことないんじゃないですか。はい、いや今回ですね、タイヤとホイール変わったんです。変わったんですか。変わりました。あ、本当だ、変わってた。はい、変わりました。なのでそんな東洋タイヤに詳しいスペシャリストの方をお招きさせていただきました。誰だろう。お呼びしたいと思います。宮園拓真さんです。よろしくお願いします。前かなんか問題でも。いや、ないです。今回ですね、東洋タイヤさんのね、はい、一番ハイエンドのタイヤなんですよね。プロクセスの R888R を、今回使わせていただきました。はい、はい、すごいハイグリのタイヤですよこれ、はい、気になる。そうこれね、はい、めちゃくちゃパターンかっこいいじゃないですか。はい、これ結構ドライ向けな気もするんですけど、どうですか、そのグリップ感だったりとか、その性能の意図するところ。はい、そうですね、まずやっぱりこの特徴的なこの大きなブロックがあるんですけど、ここで基本的にはあのコーナリング性能を高めてます。はい、でこのブロックと縦溝の間にちょっと隙間があるんですけど、あ、ここ、はい、ここの隙間のおかげで、剛性であったりあのハンドリング その安定感というのを担保してます。へ、はい、ちゃんとデザインもかっこいいんですけど、それ自体もちゃんと意味があるっていう、うん、はい、ただかっこいいだけじゃないって。 B1 グランプリでも R888R 使われてますよね。はい、B1 グランプリは、R888R なんですけれども、ドリフト用にR888R ドリフトという、コンパウンドがまた別のタイヤがありまして、そちらをですね、使用してます。はい、はい、昨年ですね、この GR86 に、乗られているあの富士の秀幸選手ですね、はい、2度目のチャンピオン獲得しました。そうなんですよ、B1 チャンピオンの、はい、使ってるね、足元を支えているタイヤ、はい、ということですね。あの街乗りもできるし、あとサーキットでも走れるというところが一個大きな魅力ですし、あとはね、あのずっと同じような、コンディションであの走行が続けられるので、初心者の方とかにはすごいおすすめなタイヤです。じゃあ持ちも結構いいですか。垂れないって感じですか。そうですね、一発のタイムというよりもずっと安定したタイムを刻めるようなタイヤなので、はい、ですので本当にビギナーの方には自信を持ってお勧めできるタイヤです。はい、はい、ありがとうございます。今回ホイールも変わりました。そう、はい、かっこいいですね。円形さんも見てわかる、この細かいスポークかっこいいですもん。はい、まあ、デザイン的にも、まあ今時っぽいね、はいはい、デザインですし、スポーツカーのデザインですね。黒に黒っていうのがね、まだかっこいいですよね。いいですよね。はい、これね 8.5Z のインセット35のサイズなんで、はいはい、まあ、ちょうどね面の出具合的にも、うん、ちょうどいいかなっていうようなサイズ感に、はいはい、なってるので、まあ、結構ね出面的には。でもこれ 8.5J でこれ235入ってるんですけど、宮園さんこれ、うん、結構やっぱ太いっすね。ですね、はい、もうかなり、うん、もうほぼほぼ辛い位置ですね。うん、もうだって 8.5J だったら、ね、245が適正サイズですからね。うんうん、グリップ力高いってことですね。まあ、そういう風に思っていただけると嬉しいです。はいはい、だね、こういうマッチングでやってますし、まあ、GTC02 ってね 86BRZ レースでもサイズこそ違いますけど、うん、まあ、実戦でもね鍛えられたホイールっていうこともあるので、はい、丈夫だし、かっこいいし、はい、タイヤも丈夫だと。タイヤも丈夫、はい、忘れないですね。押してくるちゃんと。はい、ということで、じゃあね、僕とね、ロアチで軍祭インプレッション行ってみたいと思います。行ってきまーす。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。 R888R 行ってみたいと思いますですね。Thank you.
やってるよ。ケイさんおしゃれですもんね。そうおしゃれ。そこにスポーツカーありますもんね。はい、というわけで群祭一周してきました。楽しかったですね。楽しかったし、うん、めちゃくちゃグリップ力高くて、ハイグリップ、やっぱ結構山口さんスピード出してたんですよ。まあね、本当お上手でしたよ今回も。あ、すみません、ありがとうございます、はい、でそれに負けないぐらいもうタイヤグリップすごくて、うん、安定感が本当すごかったです、うん、横乗ってて、はい、運転した感想としては、まあ、もちろんグリップするっていうのは、まあ、もちろんなんとなくイメージはついてたんですけど、一番驚いたのはその発熱するまでが結構早くて、最初からこうグリップしてくれるのでその安心感もそうですし、そのグリップの高さっていうところですごくね、バランスが取れてたかなって僕は感じました、はい、もう全部言ってくれたんで、はい、その通り本当発熱の良さは一つは得意すべきところなので、はいはい、もうすぐサーキット行かれた場合でも、うん、いきなり1周目から走れるようなそういうタイヤなので、うん、はいはい、非常におすすめです、はい、あとねホイールもねやっぱり ね、 あ、そうですね、ノーマル、うん、まあノーマルっていうか、まあ、前回のとね比べると重量もかなり軽くなったん で、 そ、 で、ね、まあ、その転がっていく最初の感じとかでやっぱり差は感じました、うん、やっぱり横乗ってても感じも違うなと思いましたもん、はい、なので、まあ、本当にね GR86 だったら、まあ、NA であればそれこのサイズ感でベストかな、ベスト今ぐらいがちょうどいいですか。もうタイムアタックガチ勢の人はもちろんね、うん、QJ とか 9.5J で26が入っていただいてると思うんですけど、うん、265もありますもんね、サイズね。はい、あります。ぜひ東洋の R888R と円形の、ね、GTC02 の組み合わせ、はい、皆さんも検討してみてはいかがでしょうか。ということで今回はですねタイヤとホイール検証してみました。ありがとうございました。ありがとうございました。お知らせがあります。この度アヘッドモーターサービスでは新たに一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。モータースポーツはじめ、まあ、チューニングもやってるじゃないですか、はい、うちら。そうですね、まあ、車両販売からさまざまな自動車事業をやる中でモータースポーツいじった経験が普通にお客様にフィードバックされて、まあ、チューニングも含めて提案させていただいてるんですけども、うん、まあ、ぜひうちらのチームに入って一緒に働いてみませんかということで。はい、そうですね、はい、本当にねAJRT の活動も通してですけれども、まあ、あとはねテリーちゃんの車の話という、ね、そうですね、番組にもねたくさんいろいろと協力もさせていただいてというところで、ここでしかできない経験皆さんありますので、ぜひねふるってご応募いただきたいところでございます、はい、そして、ブレス、お、はい、板金塗装で、おなじみのブレスも一緒に働いていただける仲間を募集しています。まあ、今もね塗装部も板金部もね稼働していますけれども、まあ、そうですね、はい、みんなでねやっぱり盛り上げていきたいなというふうに我々思ってますので、はい、一緒にですね楽しく働ける仲間募集していますので、はい、ぜひこちらをクリックしてください。特に今年はですねチャンピオン取りますからね、皆さんチャンピオンの一員になりませんか、はい、中古車買取本舗、車買取専門店。高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取本舗で検索。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売買取ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。